じゃあ最初の料理ですね。春野菜のおひたしと、以外、あと車エビです、どうぞ。今日、明石のマダイですね。上がこの子、ナマコの卵巣の塩漬けです。明石のマダイです。先ほどのがお腹の方の身で、こちら背中側ですね。お汁で召し上がりください。中国にありますので、こちらどうぞわさびで召し上がりください。はい。日本料理もやられたんですよね。日本料理の方が長かったんですですよね。アサリと花山椒の茶蒸しです。うわ、花山椒だ。花山椒。季節の。イワシ味ついてます。そのままでもわさびつけてもらって、塩油とコシ油ですね。はい、グラムさん、天ぷらって毎回出る？毎回じゃないけども、寿司屋ってやっぱ冷たいものが多すぎちゃう。なんか温かいもの欲しいよね、やっぱな。よく混ぜてください。はい、いただきます。先ほど切り立てのシャリですね。よく混ぜてください。じゃあ、ウルイとホタルイカですね、どうぞ。無理ですよ。いただきます。美味しいです。さすごい。ね、どういう好きですね。好きですね。色がもう、そう。夜の柵は美しい。これで湯島ですか？そう、はい、ネットの中に実は2、3秒肉々しさがすごい。村山さん、これ2枚漬けですか？そうですね。わー、2枚漬けの一度気がいいです。生姜の下です。いやー、めっちゃうまいです。おぼろの甘みがいいですね。これ2枚ですか？2枚、いや、1匹分ですかね。あ、はい、すごいいいウニだから。タンゴの車います。うまい。中に忍ばせてるのはそれは味噌。味噌こんな甘いですか？あとおぼろも。おぼろ。すごい。
きました。うまっ、最高っす。村山さんの握りってみずみずしいっすよ。じゃあ、味わったら再現普通通し、もうあえて水分をしっかり含ませてるんだよね。すごいジューシーな感じ。でも、水分をこっちで切るの、あれあれ一段すごいんだけど、はい、結構試食するから、試食して、はい、自分の好みに寄せていく。まあ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 、美味しいと思ったようにやってるだけ。